どちらまで行かれます。それでは出発いたします。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だよ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだお前。近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって。兄貴、じゃあもしかして今。おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川の親さんも中にいるんだろう。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって、俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろう。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか。冗談言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ兄貴。親さんは本部のどの辺にいるんだ。いや、だからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、親さんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。あ、兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。親さんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか。よし、親さんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。みんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。おかもちがあったから拝借してきた。ま、大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。
誰か確認せえ。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。親さんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。その目つきが気に入らない。ほら、かかってこいよ。さて、今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。わかってるって。次は気をつけるよ。開けてみるか。やったぜ。私の番です。
ったな。やれやれ、今度もなんとかなったが幸運は何度も続かねえ。もっと慎重に頼むぞ。なあ、次は絶対に見つからないようにするよ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。なんやお前ら。え、ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行？荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんがついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそ者が勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃのお前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え。仕方ねえだろ。なんや、めでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か。中東や、おもろいやんけ。やっちまう。かかってきたまえ。さーて、寝てんのか。してみろ。私の番ね。痛い目に合わせますよ。見てなさい。どうしたんや。なんや。なめんなよ。さて、行くぞ。私の相手。よし、行くぞ。うれ。テンション上がりますね。
行こうぜ。クセモノ、出会い出会え。ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞカズガ。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。エオ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホぬかぜ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうついてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキ。勝てると思ってるよ。
行くよ。私の番です。そろそろ行く。少年、眼帯の男だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。俺の番。痛い目に合わせますよ。痺れるぞ。ぶっ飛ばしてやる。ふん。はっ。ち。はい。下がってきなさい。ああ、すぐに進めないか。ええ感じやね。さて。いいね。まった本気でやってん。出ると思った。遊んでくんないかな。舐めないでくれ。これをどうぞ。問題なしだ。私が相手です。て。絶対負けない。叩き舐め。私の番だ。来いよ。どうする。してみろ。これ使って。これでよし。痛い目に合わせますよ。さて。これを。ありがとう。ほら来いよ。かかってきなさい。してみろ。私が相手だ。俺の相手。本気でやってん。来なよ。行くぜ。
私の番で。遊んでくんないか。
がってきなさい。見てなさい。本気でやるね。ぶっ飛ばしてやる。くらえ。どうぞ。バレると思ってるよ。私の番です。とっておき。勝てると思った。本気でやってん。私が相手です。見せてやるよ。あ、そんな気もないか。舐めないでくれる？せーりゃ！外さないよ。楽勝でしょ。やれ。まだ成長できるとはな。いや思ったより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。イジ、こちらは東条会6代目堂島会長だ。東条会の6代目。6代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人ともまたやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ荒川。大丈夫だ、俺はもう石を打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。
座ってくれ、イチ。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃ、失礼します。会長はじめ、真島も冴島も、こちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前の神室町参詣作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。神室町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつは神室町参詣作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなことを。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして、正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も違い、若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東条会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東条会の大門が奴隷の証。言い過ぎたか。
だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですかあんたらは。まさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東条会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃ。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。ミスがそう言ってなかったか一番。あ、なるほど、昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえにはかけねえだろ。まあとにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも東条会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんだな。俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、それでは。
まで行かれますか。それでは、それでは、どちらまで、それでは出発いたします。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大坊、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。
いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数、蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますんや頭、何言うとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここにいる。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、そんなわけあるかい。ボケ、ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな後目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかもカムロ町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。一つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは
カムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやつさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに解いてきたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味違えな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声上げんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊らんも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川天道。来ないな喧嘩。一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。私の番ですね。ほらほら、なめんなよ。ほら、ほら、本気でやってんよ。うん、ほら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 、ほほら来いよ。ほら来い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 。私が相手で。どうした？なめんなよ。痛い目に遭うぞ。ほら来い。邪魔だよ。上がってきなさい。楽しませてくれよ。ほらほら。してみろ。いいね、遊んでくんないか。どうした？見てなさい。俺の番だな。ほら来いよ。ほらほら、羽の力見せてよ。
私の番です。ほら来いよ。本気でやってやめんなよ。くらえ。さて、あ、してみろ。そう、あれ、なんだろう。さて、舐めないでくれる。叩き舐め。さあぜ。ねえ、かかってきなさい。まった、本気でやってん。とっておき。やめんなよ。よし、行くぞ。やめん。遊んでくれ。大丈夫ですか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。
これで全部けやったぜ。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イジ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。おやっさん、待てよ、なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー。言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面にツテができるもんでね。六代目の大悟君とは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ、真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ、おやさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだな。おお、デート。今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先約だったのに悪いな、イチ。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし。
そもそも俺なんかがおやさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて蒼天堀は落ち着いているんですか。まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の組員たちもマシの仇の皆さんも、100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか。いややれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえからおやさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだろうな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ正人が俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。正人は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえとあいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか。これから何を。六代目は私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。ああ。何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。ならこれからまた俺をおやさんの子分にしてくれますか。イシ、おめえ、俺はおやすさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。
首のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもね、いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話なんだ、全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。出れないんでメッセージをどうぞ。清流会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。